こんばんは。こんばんは。こんばんは。テレビうるさいかな。こんばんは。真っ暗だ。暇なのでラジオ配信。あ、そう、ロンドンハーツ見てます。一緒の人いるかな。ロンドンハーツやってる。こんな時間でしたっけ。あ、ハングルでこんばんはって書いてある。こんばんは。なんかね、ヘビ、劇団ひとりさんがヘビと戦った。プロレスになっちゃった。プロレスと戦ってます。ん、あと8分経ったらお誕生日です。祝ってください。おめでとうございます。6月3日かな。明日テスト頑張ってください。洗濯物畳みながらラジオ配信聞いてる。洗濯しなきゃ。私もラジオ配信。バイトお疲れ様です。お元気ですか。お元気ですよ。今日スタバのゆずシトラシティ飲んだ。いいな、好きです。私も。明日はお仕事です。お誕生日おめでとうございました。ありがとうございました。誕生日は特に何もせず過ごしました。おめでとうの LINE がいっぱい来て嬉しかったです。コロナ太りがやばい。確かにやばい。お腹空いたな。ケーキ食べました。ケーキいっぱい食べました。昨日花火見てないです。お腹のお肉がなくなる運動を教えてください。なんだろう。腹筋？腹筋か。でも食べるもの気をつけると結構お腹は引っ込みやすい気がする。いつも投稿見てます。ありがとうございます。こんばんはに。こんばんはに。憧れです。とんでもないです。そんな。もっと綺麗な人いっぱいいます。今日の夜はトマト1個と、大きいトマト1個と、あといちご食べました。YouTube 誰見ますか。YouTube 誰見るかな。あ、星の子チャンネル、星の子さんとか、あとしほチャンネルさん、しほさんとか、あとはなんだろうな、あ、メンバーとかは結構見ます。みーちゃんとか、あかりんさんとか、あとあみゃおさんとか最近見ます。なんか暗さが変わっちゃう。ブランケットなんですけど、ね、声癒されます。好きです。嬉しい。こんばんは。
おすすめのビューラー、私はずっと昔から資生堂を使ってます。太ももが細くなる方法、私も知りたいです。おすすめの映画はマイインターンが好きです。ママにおすすめしてもらいました。ママ見てって言って見たらめっちゃ面白かった。河本さんとコラボしてあげてください。河本さんとコラボしたいです。河本さん会いたい。あ、井上さん、地上課長の井上さんからなんか食べてるかって連絡くれました。優しいお兄さん会いたいです、お二人に。最近のおすすめのお菓子はエアリアル、あのチーズのサクサクのお菓子大好きです。あ、千代さんのも見てますよ。最近お出かけプライベートではしてないかな、なんかまだ怖いなと思って。一応緊急事態宣言解除とはいえ、緊急事態宣言かかる直前のなんか状況に戻っただけと思うので、土日とかは特にお家にいたいですね。いるべきかなって思います。またなったら嫌だからね、緊急事態宣言に。ノンタンコラボ iPhone ケース XR はもう出す予定がないんです、すみません。カジサックさん見たことないですね。ノンタンケース届きました、ありがとうございます。買っていただいて可愛いですね。私は今スプーンのグリーンをつけています。トマトとイチゴだけでお腹空きませんか。空きましたお腹空きました、なってます。お腹が毛穴どうしたらなくなりますか。私もなくなりきってはないですけど、デュオの洗顔に変えてからだいぶ気にならなくなったかなとは思うので、今この間までノーマルの色使ってたんですけど、今は青かな、黄色、青どっちだっけな、トーンアップの方に変えてみて使ってみてます。また紹介しますね。コスメプロデュースしてほしい、ちょっとね進めているところがあります。お楽しみに。愛の不時着はね、みきちゃんが、西野みきちゃんがこの間リモート収録で楽屋別だったんだけど一緒で、遠くの方からなんかすんごいおすすめしてくれましたよ。絶対まこ好きって言ってたから、まあタイミングを見つけてみようかと思います。悲しくなることありますか？ありますよ、たまに。復活は早いですけど、落ち込んだりもします。冷房はつけてないです。テレビがついてます。バストケアしています。クリームとか、ピーチジョンのもの使ってます。あ、ゆきりんさんの YouTube さっき見ました、私。そういえば、お風呂で見ました。ゆきりんさんの YouTube ってずっと見てられる。話が上手で、なんかリアクションとかも、なんか動画向きな方じゃないですか、めっちゃ。アイドルだなって思う。会いたいです、ゆきりんさん。アイス最近食べてないんですよね。なんかアイスよりお菓子になってきた。やばい。お菓子食べてても太らないのどうして。太ってるんですよ、やばいです。ちょっとね、やばいです。あの角度とか本当に助けられてます。気痩せとかね、とんでもないです本当に。ノンタンケース変えたのにサイズ間違ってた。あんなにサイズ気をつけてねって言ったのに。ガビョーン。サイズがじゃあ合う子にプレゼントしてあげてください。
あ、間違えた。今のトップガンもノンタンですよ。トップガンっていうか、あの待ち受け、携帯の待ち受けノンタンです。お風呂入りました。お風呂ね、入ってなかったらあの顔映そうと思ったんだけど、ちょっとさすがに今日ね、パックしてテカテカだからね、映せなかった。お腹鳴ってるの聞こえます？私のめっちゃお腹空いたんだけどな。ゼリー食べてから寝よう。鬼滅完結しましたね。いやー本当に心揺さぶられました。出会えてよかった。ある時代に生まれてよかった。家族にはこの間やっと緊急事態宣言解除されてからやっと会いました。2ヶ月ぶりぐらいかなに会いました。お誕生日のお祝いをしてくれました。私、まこちゃんみたいな優しい話し方になりたい。どうしたらなりますか？私話し方優しいですか？なんか優しいってよりもアホっぽいって言われるから、あんまり好きじゃないです、自分は。声とかなんか喋り方、あとぶりっ子って言われるので気をつけて喋るようにはしてます。ダイエット私もしなきゃ。ユーナーモギオンチャンネルは見たこと、あのダンスの動画見ました。表面張力の動画見ました。上手だった。みんな日焼け止めは、顔はセルニューっていう皮膚科とかに売ってるもので、体は特に気にせず何でも塗ってます。でもアネッサがいいとよく聞くので変えようかなとは思ってます。ビオレとか使ってました。チュー、あ、ひなたんが見てる。ほんまひなたん、やっほーやっほー。ひなたん会いたいな。いつもね、あーかわいいと思ってインスタ見てます。ファンみたいな言い方しちゃった。また会おうね。また展示会来てほしいな。みんなひなたん教えてくれてる、ありがとうございます。ステイホーム解除されたら最初に何したいですか？なんだろうな、やりたいことが多すぎるけど、結構でもリモートでのそのなんかお洋服の制作とかが結構私向いてなくて、実際に見てきてっていうのをコンスタントにやりたい気持ちが強すぎて、ちょっとあまり好きではない仕事の仕方だったので、会社に行けるようになりたいですね。あ、小島さんの YouTube 見てます。全部見てます。大好き。もうずっとおしゃれだし、なんか小島さんのなんか例えばやってることは、例えばなんだろう、みんなと同じ質問コーナーを小島さんがやったとして、やってたとして、質問コーナーみんな同じ企画なのに、小島さんの質問コーナーはなぜか小島さんって感じ、なんか雰囲気がわかるかな、なんかその人にしか出せないなんか表現とか雰囲気がすごく出来上がってるから、すごく素敵だなって思います。本当に春ヒロインの解禁シャツは今のこの季節でも着れる素材ですか？今の季節、そうですね、梅雨明けたらちょっと暑いかもしれないけど、今の時期さらっと羽織るのにはちょうどいいかもしれないです。あの腕まくったりしても可愛いと思うので、ぜひ折ったりしていろいろな着方で着てみてください。今セールしてるのでね、ぜひ。ヨーグルトは毎朝食べてます。酵素のねパウダーを入れて混ぜて食べるようにしています。便秘の方は酵素取るといいと思います。
草ちゃんだ。は、何これ、ブロッコリー、ブロッコリー始めました、6月ダイエットします。だって別に太ってないのに。草ちゃんって女の子みたい、なんかダイエットするとか、なんかおしゃれなところとか、なんかかわいい何だ、カメラ隠して、隠してるっていうかブランケットの上に置いてます。この私の大好きなカシウェアのブランケット、ファンの方にいただきました。あ、暗い？一緒か、このぐらい？なんでもいいか。カフェ巡りいいですね。私でもあんまりカフェ巡りしたことなくて、なんかいつもうなちゃんとかと遊ぶと、うなちゃんがカフェ詳しいから、なんかいいところ調べてくれて連れてってくれたりするんですけど、自分からはあんまり行けなくて、なんか新しいところに行くってよりはいつも行ってるとこ、馴染みのところに行きがちだから、あんま冒険できないから、連れ出してくれるお友達にいつも感謝してます。私コメント追いついてないかも。自転車乗りますか？自転車持ってなくて欲しいなとは思うんですけど、まこチャンネルまだ撮影できてなくて、でもやっと事務所も自由にね、まあ自由というか、前よりは宣言解除されたから行きやすくはなったので、撮影ね、行って、なるべく少ない回数行って、まとめてね撮れたりしたらいいんですけど、ちょっと計画を練ってます。今もうちょっとお待ちください。明日進路用の写真撮影があるんだけど、写りが良くなる方法ありますか？なんだろう、顎を少し引いて、口角を少し上げて、目をクッと開いて優しい顔でいきましょうブロッコリー美味しいですよね。だって美味しいよね。私も好き。私は柔らかい方が好きです。お花はどのように飾られていますか？お花は普通にフラワーベースにお水を入れて、お花の栄養を入れて、栄養、あれなんて言うんですか？私栄養ってずっと呼んでるんですけど、長く持つお花の食事みたいな液体を入れてあげて、お花を入れています。ポーチ可愛すぎて使うのためらっちゃいます。ノンタンかな？可愛いですよね。私は今メイクポーチとして使っています。お菓子をやめてブルーベリー始めました。だってえらい、草ちゃん女子私も頑張ろう。好きなコーヒー、私コーヒーがねまだあんま飲めなくて、やっとカフェオレが甘めのものは飲めるようになりました。誕生日ラインはあやみんが一番、あやみんはね3番目ぐらいだったんだよね。12時ぴったりだったんだけど、一番は私のプライベートのお友達、女の子、外国人の女の子がくれました、あやみん。残念でも嬉しかったです、本当にいい子なので。自粛ね、またもっとちゃんと解禁されたらデートしようと思います。メンズ服ね、すいませんね、全然作られていなくて、また作れるように頑張ります。あ、まこちゃん、みきちゃんのインスタライブ見てガッファを作りました。あれ美味しくないですか？美味しいですよね、あれ。いっぱいぜひ作ってください。鏡でバッチリでもリモートで映る顔とのギャップでやみます。なんかそれ言いますよね。やっぱり鏡って自分で見るものだから、なんかね、私も多分そうだと思う。都合よく撮る、見てしまってると思う自分の顔を。
たどりされるとたまに驚いちゃうことありますよ。え、ぶっさーみたいな。まあしょうがない、改善の余地があるということはまだ伸びしろがあるということです。頑張りましょう、自分磨き。外国人の女の子はジュリさんじゃありません。ジュリさんは日本人です。あ、追いついた、コメント。めちゃくちゃポジティブや、うん、ポジティブに生きた方が楽しいと思うんですよね、私は。やっぱりネガティブはあんまりいい影響を与えないのかなとは思います。 50m 走、私速いですよ。7秒、 7.7 とかだったかな、 7.6 くらいだった気がする、7秒後半だった気がする。浅草デートしてくださいだって。嫌です。お腹鳴った？今嘘、自覚がなかった、ついに。そう、私運動意外とできるんです。なんかね、多分なんかゆったりしてそうとか、あのどんくさそうってよく言われるんですけど、意外と運動はできます。運動部だったし、テニスとか、うん、できます。今はあれですけど、もう長くやってないのでできるかわからないけど、現役の時は結構運動はできる方の子でしたよ。まこちゃん前にかけっこで足大けが、あ、しました。あのあれね、 AKB の大運動会ね、あれはひどかったですね、あの転び方は。もうね、危うく人体行くところでしたね。もうトレーナーさんにすぐ足を持ってかれました。よかったです、踊れないようなねことにならなくて。まあ踊れなかったんですけどね、あのその後の公演のね、初日かなんかかな、千秋楽初日かなんか、私出れなかったですよね確か。大怪我しました。え、ショールーム配信嫌いっていうアイドルがいるんだけど、無理に配信して病んでるみたい。そうね、まあ人それぞれ得意不得意はありますしね、それをなんか周りの人があだこうだ言う資格はないのかなって思います。まこさん踊る映像また見たいです。またやります。アイアムをね、踊ったんですよ。撮ったんだけど、ちょっとまだあげるか悩んでます。横浜デートしてください。嫌です。お菓子作るのはね、なんか得意じゃないんです。私ね、苦手みたいです。この間、クッキーをドロドロにしてしまって、ダメみたいです。お腹すいた、どうしよう。いや、ゼリー食べて寝るんだから。テレビ何見てますか？今はコマーシャルやってます。ミラクル9のコマーシャルがやってる。今は終わっちゃった。スタバでは私はソイココアかユズシトラスティかリストレットの、カフェラテ、スターバックスラテ、カフェラテ、なんだっけ、忘れてた。研究生の頃からずっと好きです。ありがとうございます。すごい、8年か。フラペチーノはなんか飲まなくなりましたね。なんか10代の頃はしょっちゅう飲んで太りました。今はあんま飲みたいと思わなくなりました。でも飲むとしたらマンゴーパッションティーフラペチーノが好きです。
テレビ千鳥見てます。見てないけどついてます。うわ、タリーズのそいごこは私も好き。あのね、生クリームにのせてくれるんだよね、あれ大好きです。いちご飴食べたいだって、もこちゃん食べたことある？うん、お祭りで一回だけあるかな。なんかお家で作るの流行ってましたよね。好きな芸人さんは次長課長さんと千鳥さんとです。タピオカはあんまり自分からは買わなくなりましたね。ドトールのココアも好きです。私ね、ドトールのココアはホットが好き。ココア大好きなんですよ。チョコが好きだからね。なんて日だ。あ、忘れてた、小峠さんも好きです。なんて日だで思い出した。コンビニはどこが好き？セブンイレブンかローソン。ローソンは何が好きかって、あの唐揚げくん一強ですよね。唐揚げくんがあるからローソンに行くっていう感じですね。鈴木ゆなちゃん、私も大好きなので嬉しかったです。鈴木ゆなさん、私本当にずっと、もう昔セブンティーンの頃からずっと大好きで、そう、もうのんのん、もうずっと大好きで、もう一番可愛い、一番顔が可愛いです。あ、ぺこぱ、ぺこぱさん私好きですよ。ぺこぱさんは事務所同じなんですよ。そう、ぺこぱ、唐揚げくん美味しいよね。欲しいキッチングッズありますか？え、なんだろう、ありません。食器は好きです。みきちゃんにこないだ会いました。リモート収録が一緒で部屋は違ったんですけど会いました。あ、おはぎ大好きです。私おはぎが一番好き、最近スイーツの中で。なんかね、和菓子が好きです。お団子とかおはぎとか、やっぱお米が好き。あ、お腹鳴りそう。あ、矢野さんも大好き、ガリベンズ。本当に似てるんですよ、あの上田さんに。クリームシチューの上田さんのモノマネをしてる方なんですけど、まあそれだけじゃないけど、本当に面白いの、似てて。しゃべくりセブンとかのやつやってくださいって言うと、すごい上手に真似してくれるので、皆さん会ったら言ってみてください。14期でズームしてないですね。なんかしたいねって LINE は動いてたけど、結局する前に解除されちゃった。唐揚げくんのゆずポン味好きです。チーズも好き。そう、ファンミの時の司会してくださった方がガリベンズ矢野さんです。大好き。事務所同じの先輩です。ジャニーズ好きすぎて彼氏のこと考えられなくなってきてます。どうしたらいいですか？それは別物と考えるのが一番いいんじゃないかな。なんか応援と、あの恋愛的な好きと、それができれば最高ですよね。栗きんとん、私あんま食べたことないです。栗をね、食べたこと、お腹鳴ってないですよ。お腹もうさっきからずっと鳴ってないです。おはぎより大福、私はね、粒あんよりこしあんが好きだから。あ、なんかテレビ千鳥めっちゃ二人が笑ってるから絶対面白いシーンだ。私もあの相席食堂が大好きなんです。アルヒロインでサンダルね、サンダルはね、なんだかね、このサイズ展開とかがやっぱ多いから、そう、と膨大な量を作らないといけなくなったり、ちょっとな、工場さんがとか結構いろんな問題があるみたいで難しいみたいです。すいません。あ、コシアン派が多いですね。わかる。私はきなこのおはぎが一番好き。ごまも好き。
ミルクいますよ。ミルクはね、あの寝室にいます。ちょっと今遠いかな。おはぎって何ですか。だっておはぎはもち米、お米をもち米にして、それをあんで包んだり、中にあんを入れたり、きな粉をまぶしたりして食べる日本のお菓子、日本のスイーツです。ん？おはぎ食べたことないです。美味しいなら食べてみようかな。だっておはぎ食べたことない人、本当か。私がプレゼントしてあげ、私ね、ずっと行きたいと思ってるおはぎ屋さんがあって、名前は秘密なんだけど、あのそこに自粛が本当に解除されたら行こうと思ってます。それを楽しみに結構頑張ってる説はあります。おはぎ太りますか。だっておはぎ太るんじゃないですかね、お米の爆弾なんで。うん、まこちゃん、コロナ対策で乳酸菌飲んでますか。だって乳酸菌がいいんですか。私ピルクルが好きでよく飲みます。今も冷蔵庫にあります。まこちゃん、またももこちゃんとユニバ来てね。だってユニバ行きたいです、一番好き。おはぎプレゼントして。だっておはぎプレゼントしたいですお米の爆弾に。あ、ゆいさんだ、こんばんは。箱に入ってて可愛い、いろんな種類の入ってるおはぎ屋さんありますね。ありますよね、思ってるところ一緒な気がする。ゆいさん、スタバのメニュー、またスタバ復活したので参考にさせていただきます。またお会いしたいです。納豆との組み合わせで一番好きなものは食パンです。納豆トーストは大好きです。年上派ですか、年下派ですか。だって何がですか。恋愛、恋愛だったら年上かな。私お姉さんできないので年上の方がいいと思います。焼肉で好きな部位はカルビです。私脂っこいの大好き。きなこおはぎやばい、やばいよ。だってここなんて読むんだろう、ちょっとスクショしとこう。ありがとうございます、教えてくれて。納豆トーストっていうのは納豆に、あ、間違えた、トーストを焼いて反対側、あ、じゃ裏面焼いて表側にひっくり返して、そこに納豆とチーズとマヨネーズを入れて焼きます。一番美味しいです。私もデッソイのココア、小島子さん思いながら今日も飲みました。だって優しいし可愛いニヤニヤしてる私が気持ち悪い。ありがとうございます、嬉しい。スタバ行きたいな。やめられない癖なんだろう、あんまわかんないかも自分じゃ。好きなスポーツはサッカーとテニスとバレーボールです。サッカーとバレーボールは見る専門です。朝ごはんは基本パンですね。ご飯がいいけど炊くのがめんどくさくて結局パンになってしまう。赤福美味しいですよね。帰りの新幹線で食べる赤福って美味しいですよね。幸福堂って言います。だってデパ地下とかである柿安の和菓子のお店だって。ありがとうございます、詳しく。お、中学生日記の再放送やってるんだけど面白すぎます。だって中学生日記はね、私リアルタイムでもう全部見てましたよ。あーと思って見てました私は東京都出身です。野球はあんまり見たことがなくて、ただデビューはしたいなと思ってます。お金持ちになります。だっていい心持ちだと思います。
私もお金持ちになると。冬のスポーツは好きですか？スキーはできるんですけど、私スノボをずっとやりたいなって思ってて、なかなか始められずにいます。パパがねできるから、パパに教えてもらおうかなって思ってます。ひじりちゃんね、有村架純さん大好き。うわ、声聞くと眠くなっちゃう。だっておやすみなさい。スノボ楽しいよ。だってスノボやってみたいです。野球チームはだから見たことがないので、あのどこのファンとかもなく、真ん中に立ってるつもりです。ダイエット頑張ってます。だって私も頑張らなきゃ。スタバテインです。今の時期はパッションティーに変更のゆずしとラスティーが本当に美味しいです。ナンバーワンです。だってやってみようかな。初めましてのパッションティーゆずしとラスティー、やってみます。ありがとうございます、教えてくださって。水泳得意？普通です。泳げなくもなく、泳げるほどでもない。何時に寝ますか？だって、あ、もう12時半なの？やばい。じゃあ、あと3分で終わりにしよう。今27分なので。楽しかった。あ、アンドハニーめっちゃ良くて、母もめっちゃ絶賛してました。だってアンドハニーめっちゃいいですよね。あのね、乾燥しがちな髪質の方は結構おすすめです。結構思っているよりしっとり片言思ってるより、あのしっとりするので、乾燥髪の方は結構あの実感できるかと思います。良さを、アンドハニーの力を発揮できると思う。はい、終わったらゼリーです。ゼリーを食べて歯磨きして髪の毛乾かして寝ます。え、スタバの新作バタースコッチも美味しかった。だって何その美味しそうな名前、食べよ。イヤホンは最近ね変えたんですよ。これまたあのインスタの投稿に載せます。 AirPods 使ってたんですけど、新しいもので迎えました。かわいいやつ。ライブ配信あざまる水さん癖強い。ラジオまたやります。こんなのでよければお話ししましょう。またディズニー開園したら行きますか？だって行きますよ。私年パスもう自粛期間で切れちゃったので、ちょっとどうにかしていただいて行こうと思います。イヤホン気になる。イヤホン乗せますね。またちょっと名前忘れちゃったので、ピンク、薄ピンクのすごい可愛いやつ買いました。買いました、いただきました。マリアって呼んでるって。マリアちゃん、マリアちゃん、ポップアップまた来てね。寝る前に素敵なライブありがとう、夢見れるよ。だってとんでもないです。またこんなんでよければまたやります。ディズニーデートしてください。嫌です。何回下り、これ下りやるんですか。テスト勉強頑張ってね。明日テスト頑張ってください。またやります、ライブ。リノって呼んでた。リノちゃん、ありがとうございました。じゃあ、半になったので、皆さんありがとうございました。またやります。また、明日も頑張りましょう、皆さん。いい夢見てください。おやすみなさーい。